薄い雲が出ながらも晴天に恵まれた豊かの地域の北口第二住宅の10号館前にあたります。かつてはこの場所を支線37-37A の相川駅前駅として運行されていた北口のバス停の一つになっています。まもなく9時から豊かの地域祭り2023年 G2 が始まります。今回は2023年9月12日、いわゆる第49回東淀川区民祭り G1 と重なってしまったということで、この豊かの地域祭りの方は午前中だけではあるんですが、動画上の関係上少ししかご紹介できないことをお許しいただければと思います。10号棟の西側には東淀川区民祭りのポスターが貼られていて、9時のスタート予定だったんですが、もう早くも集団が出発しているようです。まもなく北口第二住宅の10号館前に差し掛かることになります。昨年と同様に、新型コロナによる影響も含めて、だんじり台での太鼓と鐘の音はなく、音源を使っての巡回ということになります。当初は9時に出発予定だったんですが、15分後の早めて8時45分過ぎに出てきて、今ちょうど北口第二住宅の周辺を、いわゆるこれが北側ということになるんですが、先頭がやってきました。そして獅子の神輿も見えてきました。さあ、その先頭が右の方へと曲がってきて、北口第二住宅の10号棟前にやってきました。先頭がちょうど通過していって、獅子の神輿が通っていきます。サッカー部、そしてソフトボール部の子どもたちが獅子を持って行進していきます。さあ、そしてだんじりがやってきました。ちょうどだんじりが私の目の前を通っていきます。通常よりは15分早めて出発していった神輿とだんじり、今年もこのだんじりの中には太鼓と鐘はありません。音源を乗せて豊かの地域祭りを巡行していくということになります。この辺りはバスが通っていくというところで、ここはバスを先に行かしながら、車を先に行かしながら巡行していくということになります。防犯協会の方の巡行によって行われるということになります。Yeah!
2022年は2号館前で曲がっていたんですが、今回は通電通りに1号館前かなということになります。旧府営にあたる北口住宅、現在の市営北口第三住宅前にあたります。これからだんじりが通過していこうというところなんですが、もう市営住宅の上のところからもう本当にたくさんの方がこの板鹿の祭りにを見ていらっしゃいます。至るところから上からも見ていらっしゃるという風景が見られます。そして今だんじりが左へ曲がってきます。左側が大回りしながらだんじりを引っ張っていきます。また音が止まったようなんですが、大丈夫でしょうか。思えば2022年は獅子の神輿が北口第二住宅の中を通っていくという光景があったんですが、今年はその間西側の道路を通っています。